今回は情報大学入学共通テスト対策として共通テスト用の手順記述標準言語 DNCL いわゆる擬似プログラミング言語の説明をしていきます。2022年度高校入学生から情報1の科目が必修化され、プログラミング、データ活用、ネットワーク、情報セキュリティなど幅広い分野を学びます。また2025年の大学入学共通テストに情報の教科が加わります。各高校で習うプログラミング言語は各高校で選択され、 Python、JavaScript、VBA などバラバラです。大学入学共通テストでもプログラミングの問題が出題されます。ただ高等学校におけるアルゴリズムやプログラムに関する教育では、今話したように採用されるプログラミング言語は多様で、プログラミングの実習時間も異なります。このような事情を配慮し、共通テスト用の手順記述標準言語 DNCL いわゆる擬似プログラミング言語が使われます。今回は大学入試センターが出している2021年1月版の共通テスト手順記述標準言語 DNCL の説明をパワーポイント動画にして説明をしていきます。 Python など具体的なプログラミング言語の学習を一通り終了し、変数、配列などプログラミングの基礎は習得していることを前提で説明をしていきます。現行の情報関係基礎についての説明資料なので、2025年の情報1用の資料が発表され、差分がある場合は改めて補足動画を作成します。問題文の記述を簡潔にするなどの理由で、この説明文章の記述内容に従わない形式で出題されることもあります。問題文の中の説明や指示に注意し、それらに沿って回答をしてくださいと資料内では注意書きがあります。まず変数と値についての説明をしていきます。変数名は英字で始まる英数字とアンダースコアの並びです。特に指示がない限り、小文字で始まる変数は通常の変数を表します。例えばコスなどの変数名が該当します。この変数が使われているのは宝探しゲームなので、読みとしては宝の個数が妥当ですが、今回はローマ字読みそのままでコスと読ませていただきます。アンダースコアを文字の途中に出て、コス、アンダースコア、合計という名前をつけることも可能です。大文字で始まる変数は配列を表します。例えば初めが大文字の得点などの変数名が該当します。すべて大文字の変数は実行中に変化しない値を表します。一般的には定数と呼んだりします。配列についてもう少し詳しく見ていきます。配列の要素は要素番号を添え字で指定します。添え字の値は0以上の整数になります。問題によっては1以上、つまり1から始まる場合もあるので、問題文をよく読んで添え字が何番から始まるかを確認してください。一次元配列、特典の要素番号が0から始まる場合、得点括弧2を指定すると3番目の43の値が取得できます。仮に要素番号が1から始まる場合、得点括弧2を指定すると2番目の56の値が取れます。二次元配列の場合は添え字を間まで区切り、行と列の添え字を指定します。例えば添え字が0から始まる場合で、行列括弧3カンマ2の場合、4行3列目の23の文字が取得できます。次は数値の表し方で、数値は特に断らない限り十進法で表します。例えば100や 99.999 は十進法になります。文字列に関しては文字の並びを鍵括弧またはダブルクォーテーションでくくって表します。例えば鍵括弧見つかりました、ダブルクォーテーション It was found のように表現します。次は数値や文字列や変数の値を表示する表示文について説明をしていきます。表示文では複数の値を表示する場合はとで区切って並べ、最後にを表示すると書きます。例えば鍵括弧整いました
と表示するというプログラムは実行すると、整いましたと表示されます。変数コスト、鍵括弧、個見つかったを表示するというプログラムで、変数コスに3が代入されていたとすると、実行すると3個見つかったと表示されます。このようなプログラムの場合、x が5、y がマイナス1の時、丸括弧の中に5、カンママイナス1と表示されます。次は変数に値を設定する代入文について説明していきます。左矢印の左辺に変数または添え字付きの配列を右辺に代入する値を書きます。例えば変数コスに3を代入する場合はコス左矢印3と書きます。特典配列の添え字4に100を代入する場合は特典括弧4左矢印100と書きます。配列のすべての要素をまとめて同じ値を代入する場合は特典のすべての要素に0を代入するのように表現することもできます。特典配列の1番目に87、2番目に45、3番目に72、4番目に100を代入する場合はこのように波括弧の中に代入したい値をカンマで区切って記述することもできます。複数の代入文をカンマで区切りながら横に並べることもできます。この場合は代入文は左から順番に実行されます。同じ変数に対する加算や減算を伴う代入、インクリメントやデクリメントは何とかを何とか増やすや何とかを何とか減らすによって表すこともできます。例えば、コスを1増やすは、コス左矢印、コスプラス1と同じ意味になります。変数財布を変数出費減らすは、財布左矢印、財布マイナス出費と同じです。外部から入力された値を代入する表現方法として、例えば、x 左矢印住み括弧外部からの入力のように表すことができます。次は算術演算について説明をしていきます。加減乗除の指則演算はプラスマイナスかけるスラッシュで指定します。整数の除算では小を割るで余りをパーセントで計算することができます。例えば値左矢印7スラッシュには値には 3.5 が代入されます。小左矢印7割る2は小には3が代入されます。余り左矢印 10%3 は余りには10を3で割った余りの1が代入されます。複数の演算子を使った式の計算では基本的に左側の演算子が先に計算されますが、かけるスラッシュ割るパーセントはプラスマイナスより先に計算されます。また、丸括弧で式をくくって、演算の順序を明示することができます。例えば、コス左矢印1プラス数割る3は、数割る3が先に計算され、1が加算されます。コス左矢印1プラス丸括弧の中に数割る3をしたのと同じになります。もし1プラス数を先に計算したい場合は丸括弧の中に1プラス数を入れて割る3とします。平均左矢印丸括弧の中に左プラス右括弧の外に割るには左プラス右が先に計算されます。平均左矢印左プラス右割るには右割る2が先に計算されます。平均を求める場合は前者の計算が正となります。次は比較演算について説明をしていきます。数値の比較演算はイコール、ノットイコール、大なり、大なりイコール、小なりイコール、小なりで指定をします。演算結果は真か偽の値となります。コス大なり3は変数コスの値が3より大きければ真となります。人数×2小なりイコール8は変数人数の値を2倍したものが8以下であれば真となります。回数 not イコール0は変数回数の値が0でなければ真となります。文字列の比較演算はイコール not イコールを利用することができます。イコールは
左辺と右辺が同じ文字列の場合に真となり、それ以外の場合は偽となります。 not イコールは左辺と右辺が異なる文字列の場合に真となり、それ以外の場合、つまり同じ文字列の場合は偽となります。鍵括弧 i u e o イコール鍵括弧 i u e o は真となります。鍵括弧 i u e o イコール鍵括弧 i u は偽となります。ダブルクォーテーション ABC イコールダブルクォーテーション ABC は真となります。ダブルクォーテーション大文字の ABC イコールダブルクォーテーション小文字の ABC は偽となります。鍵括弧 i u e o not イコール鍵括弧 i u e o は not イコールはイコールではないという意味なので、この場合は i u e o と i u e o はイコールなので偽となります。鍵括弧 i u e oNot イコール鍵括弧 IU はイコールではないので真となります。ダブルクォーテーション ABC not イコールダブルクォーテーション ABC は偽となります。ダブルクォーテーション大文字の ABC not イコールダブルクォーテーション小文字の ABC は真となります。次に論理演算について説明をしていきます。論理演算は真か偽を返す式に対する演算で、かつまたは出ないの演算子で指定します。式1かつ式2は式1と式2の結果がいずれも真である場合に真となり、それ以外の場合は偽となります。例えば変数コス大なりイコール12かつ変数コス小なりイコール27の場合、コスが12以上27以下なら真となります。式1または式2は式1と式2の結果がどちらかが真である場合に真となり、それ以外の場合は偽となります。例えばコス%2イコール0またはコス小なり0の場合は、コスを2で割った余りが0となる数は偶数なので、コスが偶数か負の数なら真となります。式でないは式の結果が真である場合に偽になり、偽の場合は真となります。コス大なり75でないは変数コスが75より大きくなければ真となります。論理演算子に優先順位はなく、左側の論理演算が先に実行されますが、丸括弧で演算順序を指定することができます。コス大なり12かつコス小なり27でないは左側の論理演算子が先に実行されます。コス大なり12かつ丸括弧コス小なり27でないは右側の丸括弧内の論理演算子が先に実行されます。次は制御文について説明をしていきます。今から説明する条件分岐文や条件繰り返し文、順次繰り返し文をまとめて制御文と呼びます。まず条件分岐文について説明をします。条件分岐文は条件が成り立つかどうかによって実行する処理を切り替えます。条件が成り立つときにある処理を実行し、条件が成り立たないときに実行する処理がない場合はならばで指定します。例えばこの処理を x が2、y が3の場合で追っていきます。条件は2小なり3が真となるので地下げをしている処理の中に入ります。 x は2なので2プラス1で3が x に代入されます。次の処理で y は3なので3マイナス1で2が y に代入されます。処理が1行しかない場合は、もし条件ならば処理を実行すると1行で書くこともできます。例えばもし x 小なり3ならば x 左矢印 x プラス1を実行するのように表現します。条件が成り立つときにある処理を実行し、条件が成り立たないときに別の処理を実行する場合は、次のようにならばとそうでなければを組み合わせて指定します。具体的な例を見ていきましょう。例えば、x が1の場合、x 小なり3の条件が真となり、1プラス1で2が x に代入されます。例えば、x が4の場合は偽となり、4マイナス1で3が x に代入されます。開業の位置によって実行結果が変わらないため、各処理が1行で書ける場合にはこのように書くこともあります。
条件分岐の中で複数条件を実行する処理を切り替えたい場合は、次のようにならばとそうでなければの間にそうでなくもしを使って条件を追加します。 x が4、y が3の場合の例で見ていきましょう。はじめの条件は偽となるので、次の判定で3大なり2に当てはまり、3プラス1で y に4が代入されます。これも改行の位置によって実行結果が変わらないため、各処理が1行で書ける場合には次のように書くこともあります。次は条件繰り返し文について説明をします。条件繰り返し文には前判定と後判定の2種類があります。まずは前判定について説明をします。条件が成り立つ間、処理を繰り返し実行します。処理を実行する前に条件が成り立つかどうか判定されるため、処理が1回も実行されないことがあります。こちらの例で実際に数値を当てはめながら見ていきましょう。X の初期値は8とします。合計変数の初期値は0とします。はじめは8小なり10の条件を満たすので繰り返し処理に入ります。合計変数の0と X の8をプラスした8を合計に代入します。 X プラス1した9を X に代入します。はじめの条件判定に戻り、9小なり10は真となるので繰り返し処理に入ります。合計変数の8と X の9をプラスした17を X に代入します。 X プラス1した10を X に代入します。はじめの条件判定に戻り、10小なり10は偽となるのでループの処理を抜けます。次に後判定の説明をしていきます。後判定は処理を実行した後に条件が成り立つかどうか判定されるため、条件に当てはまらない場合も処理は少なくとも1回は実行されます。実際に数値を当てはめながら見ていきましょう。初期値として変数合計を0、 x を8とします。条件に関係なく処理に入ります。0プラス8で8を合計に代入します。 x に1を足して9を x に代入します。 x が10以上ではないのでループを繰り返します。8プラス9で17を合計に代入します。 x に1を足して10を x に代入します。 x が10以上になるのでループの処理を抜けます。終了条件に当てはまる x が11の場合でも見ていきましょう。0プラス11で11を合計に代入します。 x に1を足して12を x に代入します。 x が10以上になるのでループの処理を抜けます。このように処理は少なくとも1回は実行されることがわかります。次に順次繰り返し分について説明をしていきます。順次繰り返し分は変数の値を増やしながら処理を繰り返し実行していきます。手順1は変数に初期値が代入されます。手順2は変数と終了値を比較し、変数の値が終了値より大きければ繰り返しを終了します。手順3は処理を実行し、変数の値に差分を加え手順2に戻ります。実際に値を当てはめながら説明をしていきます。変数合計の初期値は0とします。まず x を1からとあるので x に1を代入します。10に達していないので0プラス1で合計に1を代入します。ループの始めに戻り、 x を1増やして2にします。合計の1プラス2で3を合計に代入します。これを x が10になるまで繰り返します。今は差分ずつ増やしながらの処理でしたが、差分ずつ減らしながら繰り返すことも可能です。例を見ていきましょう。合計の初期値は0とします。 x を10から1まで1ずつ減らしながら処理を繰り返します。まず x を10からとあるので x に10を代入します。1に達していないのでループの処理に入り、0プラス10で合計に10を代入します。2ループ目は x を1減らして9を代入します。1に達していないのでループの処理に入り、10プラス9で合計に19を代入します。これを x が1になるまで繰り返します。最後に関数について説明します。関数には値を返すものと返さないものがあります。関数の動作は
問題文の中で定義されています。値を返す関数の問題文の例としては、指定された2乗の値を返す関数2乗を用意するとあった場合、 y 左矢印2乗丸括弧 x は x を2乗した値が y に代入されます。関数名の丸括弧内に関数に受け渡す値であるパラメータ引数を書きます。値 m の n 乗の値を返す関数べき乗丸括弧 m カンマ n を用意するとあった場合、z 左矢印べき乗丸括弧 x カンマ y は x を y 乗した値が z に代入されます。このように複数パラメータある場合はカンマで区切ります。値 m 以上値 n 以下の整数をランダムに1つ返す関数乱数丸括弧 m カンマ n を用意するとあった場合、 r 左矢印乱数丸括弧1カンマ6は r に1から6までの整数のうちいずれかが代入されます。値 n が奇数の時真を返し、そうでない時に偽を返す関数奇数丸括弧 n を用意するのようなものがあります。例えば奇数丸括弧3は真となり、奇数丸括弧4は偽を返却します。値を返さない関数は問題文の中で、指定された値を2進数で表示する関数2進数で表示するを用意するとあった場合、2進数で表示する丸括弧3とした場合、関数の処理内で1、1が表示されます。共通テスト用手順記述標準言語 DNCL の基本解説は以上になります。今後はこの DNCL を使ったオリジナルの練習問題を基礎から応用までたくさん作成していく予定なので、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。